でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おー、ビルビルパー。würde ich auch schreien。なんでじゃ。カシラがそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ、俺。もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう、ああ、はいはい、終わり。よーし、ちくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。あ、ほう、やっぱり兄貴のところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。あ、その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。キヨちゃん、なんて言うとりました。それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方、ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合、最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがんなことな。わい、現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。 OK, das macht schon wieder mehr Sinn, dass Kiyo nichts gesagt hat. Sie kann halt nur besser lügen. お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかあさいよ、兄貴。Kessa Info. Ups, sorry. Ja, ich muss ja erstmal auch wieder zurückkommen. Nach Kamurocho. Oh, was ist denn hier los? Hm? んだよ、さまぁねえな。ジョア、トロ立て、きっちりけじめつけろや。あ、待て。ん、何見てんだおっさんよ。消えろや。
何があったか知らねえがもう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してらよかったのにや。正気か。大丈夫かお前。ダメだおっさん。ん、逃げてくれ。こいつらはもう押せ。トロクセア親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知れや。Der war halt hat schon was ist, ne? Warum? Justice am Arsch, Junge! Was willst du denn, Alter? Hier, ich geb dir deine Justice ins Gesicht! Ich werde bestimmt noch die Leute von Justice verprügeln müssen, die beiden, die wir gesehen haben. Nigete krette. Itta no ni sa. Sugei na, Ossan. Isha ni miseta hou ga yosa sou da na. Sore yori hayaku koko o hanare ne to. Josa! Hide. Justice no yasura.ここまでやるなんて。お前こいつの仲間か。あ、はい、あのジョーさん助けてくれたんですよね。そのありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。あ、はい、うちらがたまり場にしてる店があるんでそこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。ったく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。
なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確か。レインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど、俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん。やつら、お前の妹をさらって。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。え、分かった。やつらのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。やつらのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセ基準で判断した。Ich habe 100 Yakuzas verprügelt, also. 女を人質に取る連中は気に食わないから。 Ich glaube, mit solchen Leuten werde ich schon fertig. 地元の悪ガキ連中、集められるだけ。はっきり言って、やつらは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセ基準で判断するのは、俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。あー、jetzt ich glaube ich weiß was mit was mit Justice jetzt auf sich hat, weil wir haben ja jetzt den, wir haben ja hier den Clan-Creator, ne? Ich glaube, die Justice-Story wird im Clan-Creator gemacht. Wegen 100 Leuten. Also, heißt das, dass wir sofort, dass ich den Clan-Creator jetzt... Jo, das sieht... 向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。それは zumindest eine Storyline, die ich auf jeden Fall auch machen will. キリュウさんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても、das kann ich sogar DLC Charaktere kaufen. だから sind noch gar nicht so teuer. Vielleicht hole ich mir den einen oder anderen Charakter. Vielleicht gibt es auch einen Bundle für alle Charakter. Muss ich mal gucken. Oh, es sind ja gar nicht mal 100. Justice war mein Feind. Mit deinen Händen. Gut, dann gehen wir. Sachiko und die anderen. Wir werden gewinnen.
Oh ja, das ist der Clan Creator. Clan Creator Battle and the Corruption of Justice. Pitting Kiryu and the members of his clan against the evil justice. Build your clan and blah blah blah. Fulfill victory conditions. Swap out the enemies or defeat the boss in order to fulfill the victory conditions. Display it in the top left. If you can do this in time, you win. Ich glaube, in Kapitel 6 kommen wir dann wahrscheinlich erst nach Kamurocho zurück. Meine Vermutung. Weil wenn der Clan Creator hier ist. Ich habe bei einer Nebenmission nämlich schon gelesen, dass man die erst beenden kann, wenn man den ja, wenn man halt Dings Kapitel 6 erreicht hat. Soldier-Typen. Ja. Oh, er ist schon down. ging ja doch schnell. いい戦いぶりだったぞ。 片付いたな。キリュウさん、ナイス。てめえら、俺らに手出してただで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。 あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう。
女を人質取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら。Muss ich jetzt doch noch kämpfen? Halt, stopp! Wartet, oh, ich habe hier so viel offen. So. ジャスティスベシッ。これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー。岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー。岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時。カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディ・アイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。で、これからどうするんすか？ジャスティス潰しに行きますか？こいつらに手出した以上、カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人がキリュウさんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、キリュウさんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ。おめえ、女王の件だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに情を負わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は情をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。で、ちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後
故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが、尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ。その代わり、余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし、六強人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったら、たっぷりお仕置きしやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六強人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。わかったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのは普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム名、キリュウ会なんてどうだ。キリュウ会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあまあ、そりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。桐生会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？
はい。今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなると、評論すんパンメンバー。若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。キリュウさんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうかキリュウさん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。サチコ、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、キリュウさんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。それはちょっとヤバすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。スカウティングニューレクルーツ。さあ、 it's almost time for my blah blah blah. Shitheads at the station. Ja, es ist noch nicht Zeit. Kann ich mit euch reden? About clan codes. If you have a clan code, you can speak with Mazao to enter it and obtain a special leader, not obtain progression. Playing in online mode may also yield leaders only obtained in this mode. Enter a code. Und ich habe da eine Liste. Die können wir jetzt abarbeiten. Hehe, ich bin mal so frei. Dann brauche ich keine DLCs zu kaufen. Sei denn, dort gibt es... Ups. Ein Charakter, den ich gern drin hätte. Kazuma Kiryu has joined the Kiryu clan. So, da das länger dauert, nehme ich das Ganze jetzt erstmal nicht.